ふう、毎日任務だらけでさすがに疲れちゃった。明日は休みだからのんびり動画でも見ようか。ん？先生から LINE？ 珍しい。今から嫌な予感がしてるんだけど、気のせいかな？一体何の用事だろう。こんばんは。トゲ、今暇？暇じゃなくても聞いてもらうんだけどさ、明日って任務ないよね？ないの知ってるから、明日の9時に会議室集合、よろしく。話聞いてほしいんだけど、というか久しぶりの休みなのに何かあるの？うん、ちょっと急用なんだよね。ユージとかも呼ぶんだけど、一番の適任はトゲかなって思って。何の話？全く先が見えないんだけど。まあまあ、それは明日になってのお楽しみってことで。じゃあ明日よろしくね。え、ちょっと待って、既読がつかない。なんか一方的に会話終了されたんだけど、明日何があるんだろう。ユージに聞けば何かわかるかな。連絡入れてみよう。数分後。犬巻先輩、こんばんは。こんばんは。さっき聞いた明日の予定って何か知ってる？五条先生の話っすよね。それが俺も何も聞かされてないから分からなくて。つうか俺と犬巻先輩だけ？そう言ってたよ。俺らの共通点ってあったっけ？あ、よく動けるとか。それなら巻もいてほしいところかな。あ、そっか。まあユージも聞いてないんだ。明日のお楽しみになっちゃったな。食いもん系なら大歓迎なんすけどね。美味しいものなら。じゃあ食いもんだと期待しておこう。うん、じゃあおやすみ。おやすみなさい。翌日。あ、犬巻先輩、おはようございます。ツナ、五条先生に会いました？俺先に来たけどまだ見かけてなくて。おかか。あれ、時間通りなんだけどな。ツナマヨ。それもそっか、じゃあのんびり待ってよっと。10分後。いやいや、お待たせ。スジコ、待ち合わせ時間間違えたかと思ったよ。あはは、ごめんごめん、すっかり玄関で話し込んじゃってさ。玄関？紹介しよう、本日のゲスト、おにぎりの商品開発担当の作田さんです。あ、お世話になります。私、おにぎりの商品開発部門に勤めております、作田と申します。はじめまして、虎杖裕二って言います。鮭、昆布。本当におにぎりの具で喋っていらっしゃるんですね。何言ってんのか全然わからないですけど、これはかなり期待できますね。ツナマヨ。あ、あの、俺らが呼ばれたのって？そういえば説明がまだだったね。実は学長の知り合いが作田さんの上司なんだけど、その人が最近のおにぎりの商品開発で行き詰まっちゃって、何か新しい意見が欲しいって言うから、それならうちのおにぎりのエキスパートがいますって。言ったの？言っちゃった。それ犬巻先輩のこと？え、うん。え、いつの間に？普段からおにぎりの具のみの言葉で生活している方なら、さぞやおにぎりの具についても詳しいだろうということで、私どもとしても期待しております。そんな期待されても困るんだけど。別におにぎりの具について詳しくないし。それで俺は何要員？試食係。それ俺じゃなくてもよくない？だって今日のスケジュール空いてるのユージしかいなかったんだもん。明太子。まあうまいもん食えそうだからいいけどさ。そういう懐が広いユージ、素敵だと思うよ。それで今日はひたすら試食っすか？あ、いえいえ、そもそもおにぎりの具のおすすめを聞いてから新しい具を考えます。その後で試食ですね。え、じゃあ新しい具ができない限り試食はありません。まあエキスパートもいることだから大丈夫だって。高菜。じゃあ早速トゲ、適当に具を言っていこうか。ツナ、エビマヨ。うんうん、それから？まず朝はご飯派だし、好きなおにぎりの具塩むすびなのに思いつかないよ。おにぎりといえばコンビニで見かけることが多いかな。最近コンビニで見たものは鶏五目。あ、それうまいっすよね。よく食います。他に何かありますか？そんなこと言われても全然思いつかないんだけど。でもせっかく来てもらってるんだし、いい案出してあげたいな。あと何見たっけ。そういえば新商品っていうので見たのがあったな。確かオムライス。それはもう商品化してあります。でも中身の具を変えたりすればより美味しくなったりしないんですか？見た目が同じだと手に取ってもらえるか。なるほど。他に案はありそうですか？たらこ、ソーセージ、バター醤油、卵。全部見たことあるのでなしの方向で。麻婆豆腐、ビビンバ、わさび。なるべく子供にも食べてもらいたいのですみません。昆布。30分後。本当に全然思いつかないんだけど、他におにぎりの具、なんつうか犬巻先輩が食ってみたいって思うおにぎりの具とか、そういうのを言ってみればいいんじゃないですか？明太子。そうそう、俺だと丼物がおにぎりみたいになると嬉しいとか。丼物か、最近食べた唐揚げ丼美味しかったな。
タレにマヨネーズもあってまろやかな感じが。あ、マヨから。マヨネーズと唐揚げってことっすか？それめっちゃうまそうですね。見たことありそうですが、オリジナルの形にもできそうでいいと思います。あ、決まった。五条先生、今まで寝てたでしょ。僕は忙しいからね。うたた寝くらいは許されてほしいもんだよ。ツナマヨ。え、嘘でしょ。いびきなんて書いてなかったぜ。トゲってば意地悪いな。おかか。それで決まったの？はい、マヨネーズと唐揚げを組み合わせようって話になりました。へえ、美味しそうだね。じゃあユージ作ってみて。え、ユージ料理上手でしょ。実際に食べてみた方がより意見も出しやすいだろうしさ。まさかの試食作り担当も俺だったの？まあいいけど、唐揚げの味付けとかどうします？それも一緒に作りながら考えましょうか。よっしゃ、じゃあ調理場へ行きましょう。つなー。つうことで寮の調理場を借りました。いいですね、何でも作れそうな感じがしますけど。でも材料はなかったんで、今五条先生がマッハで買いに行ってます。勘弁。それで味付けはどうしましょう？こればっかりは食べ比べていくしかないと思うんすよね。鮭。じゃあ材料が来たらどんどん作りましょうか。早く先生来ないかな。10分後。ただいま。おかえり先生、材料ちょうだい。はい。あー疲れた。ツナマヨ。うん、普通にスーパー遠かったから適当に買ってきちゃったよ。これ高級肉じゃん、使っていいの？いいよいいよ、気にしないで。僕ちょっと休憩してるからさ。じゃあちゃっちゃと始めちゃいましょう。数時間後。これめっちゃうまくないですか？最高ですね。ツナツナ。じゃあこれで完成？この案を持っていきます。ありがとうございました。明太子。疲れが取れるくらい美味しい。五条先生もそう思う？やった。結果はまたお知らせします。それでは。あ、もう行っちゃった。採用されるといいですね、犬巻先輩。鮭。そして。なあなあ五条先生。うん、どうしたのユージ。あのおにぎりの具の結果って来ました？ああ、そういえばもうすぐ来るんじゃないかな。そっか、なんかすげえ緊張しちゃう。採用されるかな、どうかな。どうだろうね、かなり美味しかったから期待してもいいと思うんだけど。ん、噂をすれば連絡が入ったよ。え、作田さんですか？うん、そうみたい。じゃあ俺犬巻先輩呼んできます。はい。数分後。はい、連れてきました。昆布？そうみたい。何何？あ、無事採用されたってさ。え、やったー。つぬまよ。やったね。あれ、何か続きが。え、どうかしたの？トゲ、来週暇だったっけ？明太子。空いてる日、商品会議に参加してくれってさ。ツナ？それって正社員扱いみたいで面白そう。そんなことより、え、来週休みなし？その後、見事に新商品がバカ売れしたらしくて、社員同然に新商品をどんどん開発したんだけど、先生がそろそろ休みを与えたいってことで解放されたんだ。おかげで久しぶりにゆっくり休んでたら、突然大量のおにぎりが届いて、聞いてみたら今回の新商品開発のお礼なんだとか。この量はもう学校中に配るしかないよね。それにしてもしばらくおにぎりは見たくないかな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。